2>, 2月の米朝首脳会談が決裂した責任を問われ強制労働を課されたと伝えられていた北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長の側近が健在であることが分かりました北朝鮮の国営メディアは金正恩委員長が昨日芸術公演を観覧し側近のキム・ヨンチョル党副委員長も同席したと伝えました アメリカとの交渉を統括していたキム・ヨンチョル氏をめぐっては韓国の朝鮮日報が強制労働を課されたと報じていましたが健在であることが確認された形です。